そうですね、練習してました。こんにちは。やばい毎週この曜日ショールームしてお話し会の宣伝してる。こんにちは。そうですね、あのオンラインお話し会が受付中で5月14日に完売になった、なってたみたいで、あと3日程なので、ぜひぜひねぜひよければぜひお願いします。練習してたから前晩が終わりましたし、レッスンに忘れてたらこの服で下スカートで練習してるんですけど、めちゃめちゃ動きにくいです。なので明日の12時までなんですよね。明日の12時までなので、ぜひねよろしくお願いしますです。こんにちは。洋服がめっちゃ可愛いんですけど、今日ちょっと寒かったですよね。めっちゃ雨降ってて、久々に。やばい、何話そう。とりあえずオンラインお話し会の宣伝に来ました。あと3日ってやったらね、受付終了になるまでに完売させたいなって思ってて、ノーメイクですか。え、メイクしてるけど撮れたかもしれへんアイシャドウがちょっと薄いですね。踊ってたんで薄なりました。右の髪がリサ？右？あ、ボサボサってこと？もうレッスンに忘れて積んでます。めっちゃ暑いですやっぱ置いとくべきですね、レッスン場に。こんにちは。リサってる誰かの借りたらいいのに。そう、8期生結構いるんですけどね、持ってる人いなくて済みました。ミヒナおらんねんな。あやぴょんと雪の鳥さ、あやぴょんと雪の鳥さと池ほのがいますね、8期生。まあでも持ってへんよな普通に2着な。眠い？え、さっきちょっと寝たんで全然眠くないんですよ。そうなんです。やばい何話そう。今日は N 公演ですね。
N もめっちゃ出たいなって思ってるんですけどね、なかなか合わなくて、合わないというか10番手が足りてるんで最近ね。次会えたら絶対出たいなって思います。今日の服大人っぽい、ありがとうございます。これね、いいですよね。でももうちょいで着れなくなるなと思って今日着ました。10番ってのはできる人多いしな。最近暑い、暑いけど今日雨降っててちょっと寒かったですね。ナチュラルメイク踊ってたらアイシャドウ取れてきて、カラコン入れてるんですけどアイシャドウが取れてきました。その時は見に行く N ポイン、ありがとうございます。そうなんですよ。大阪めっちゃあったかくて驚いた。あーでも東京とかね、寒いらしいですね。今は知らへんけど、握手会の前日にショールームをしたら東京寒いみたいな言ってました。マジ？坂本さんって旧機種アバター出たけどどういう意味？どういう意味ですか？レオちゃんいるんかな。こんにちは。玉投げたらアバターもらえる。ショールームのアバター？あ、なんと、あ、名前書いてるやつですか？旗の名前のやつかな、ちょっと分からへんけど。こんにちは。あ、そうですってきた。なるほど。わ、なんかでもすごい旗のやつ持ってる人多いですね。オンライン撮ってる、ありがとうございます。桜色の新しいアバター、なるほど。なるほどね。ちょっと特に何も話題を決めずにショールームしてしまったんですけど、ちょっと宣伝大事かなと思ってしました。オンライン話し会が明日の12時までの申し込みになってて、あと4日程あ、ちゃうわ、間違えた、14日が完売になってたので、あと3日程で売り切れ、全部完売みたいなやつなんで、よかったらぜひお願いいたします。夢動画コンテストの動画撮った時眠かった？分からへん、多分眠かったんやろな、あれ。握手会の服で家着いて撮ったんですけど、多分眠かったっぽいですね。めちゃめちゃ目がなんか開いてないですね。半目とかじゃないけど、めちゃめちゃ眠たそうでしたね。絶妙に開いてなかった。おもろ、恥ずかしい。こんにちは。公演なんで15分で終わりますね。
オンライン申し込んだ、ありがとうございます。 T シャツコンテスト渡った、え、ほんまに。私のヒントは出したんですけど、私に全然関係ないやつですね。色も、え、その色みたいな色ですね。え、何やと思ってるんですか皆さん。なんか夢、全員の夢を見れるんですけど、宮本亜美ちゃんの夢が先輩となんか仲良くなるみたいな、スッパムーチョ、スッ、え、何やったっけ、スッパムーチョやったっけ、スッパムーチョハトワイみたいなめちゃおも、めちゃめちゃ可愛くて、え、私も全然わかんなかったです。みんなの T シャツ、ウサギとかだけでもめっちゃ種類あったし、神戸コレクションのイベント出るの？出ないですね。八期生はね、弥生とアミちゃんとサクちゃんとミヒナの出ます。3人まででしたっけね。9期生も出るっぽいですね。8期生と9期生のイベントらしくて、そうですね。スッパムーチョハトワイめちゃめちゃ可愛いお願い事ですね。ユニットで人魚のバタンスなったら全身衣装写真アップ待ってます。おおはい、時間があれば。でもめちゃめちゃ緊張してるから、めちゃめちゃ撮る時間あんまないかもしれへん。まだ余裕があんまない、まだ2回なんですよ出たの。次出たら3回目で、まだまだ緊張しますね。サメ界のおすすめポーズある？なんやろ、うーん、おすすめポーズは、ギャルピースでこれでお願いしますこんばんは、もうこんばんはの時間なんやな。なるほど、今何時ですかね。公演始まるまでに終わります。臭いものだらけ、めちゃめちゃむずそうですよね。いや、めちゃめちゃむずそうやし、めっちゃ歌うまいし、皆さん手の動き早すぎて、ちょっと何やってるか分かんないんですよね。18時3分、OK です、ありがとうございます。あ、なんか動かなくなった、あ、動いたわ。雨の日は気分落ち込む方？ちょっと落ち込むかもしれへん。雨あんま好きじゃなくてね。まず前髪がなんか崩れるし、傘さすのちょっとし目の臭いなみたいな感じで。そろそろ15分、そうですね、宣伝になってしまったんですけど、よければお願いします。ツイッターのフォロワーさんも1万人を目指していて、今9600人なんで、あと400人で1万人達成するんで、なんかまだフォローしてないショールーム見ててまだフォローしてないよみたいな人いらっしゃったら、フォローしていただけたら嬉しいです。なんとでも意外とね、リプとか全然いいんですけど、リプとかくださるけどフォローはしてないみたいな人も割といらっしゃって、よければお願いしますはい、ではでは。今来たのですが、何の宣伝、オンラインお話し会のことの宣伝してました。明日の12時までなので、よければよろしくお願いします。では男女見ます。13位トモトゼさん、ありがとうございます。12位ナワテアット波乗り隊さん、ありがとうございます。11位イソチヌさん、ありがとうございます。
10位ゴーダさんありがとうございます。9位チョコナさんありがとうございます。8位クロスゲームさんありがとうございます。7位スキゾーさんありがとうございます。6位チトワドーナツムサちゃんさんありがとうございます。5位エイティさんありがとうございます。4位野原新之助のすけさんありがとうございます。3位クラちゃんさんありがとうございます。2位トミー234さんありがとうございます。1位ワンタンメンさんありがとうございます。ではそうですね、明日の12時までお願いします。ではバイバーイ。